サメのよこした情報によるとここにナルト君がいるらしいが、さて、ん？いやあ、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？ああ、そういうことか。ヒョロヒョロの割にやるじゃねえか。うん。理解が早くて助かるよ。まあ助かったのはオイラも同じだ。なんせ一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。うん。で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ？いや、実はこの島、ここに八尾と九尾がいてね、その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。九尾？ってことはナルトのやつか？ただ、まだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。データルに！ここまでタイミングがいいと、狙ってるとしか思えないね。なるほどな。確かに厄介な顔だ。てめえら二人がいるってことは、久しぶりじゃな、デイダラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。貴様と言ったか、奴の侵入情報を耳にしてな。その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん。っていうか、なんで派手に爆死したはずなのに、なんで生きてるの？本当は死んでなかった、ダニカ？これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく、死んでまで迷惑かけおって。うるせえ！死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は。言わなくても分かってんよ。奴らはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。
ではその人たちはお願いします。僕は人中力の捜索に集中しますので。ああけどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにゃオイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。あ？デイダラ、わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな、オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。戦闘開始。おっ、遅いわ。年寄りのてめえじゃオイラの相手にならねえよ。うん、そう吠えるな、デイダラ。まるで負け犬のようじゃぜ。だとこだ。遅いわ。キリア、こっちバカと無謀で。あっ、遅いわ。あのデイダラ兄と戦うとか複雑な気分だぜ。やつはもう昔のデイダラではない。女王を表に出すなよ、黒土。あれにやられるとはな、デイダラ。お前は昔から遠距離でこそこそ逃げ回って戦う。わしはそこが好かん。うせるよ。殲滅する。デイダラに、なんで里を出て行ったんだよ。芸術家ってのは孤独だ。里には縛られねえんだよ。うん、所詮お前のやっていることは粘土のお遊びじゃぜ。お遊びだ。オイラの芸術をなめんじゃねえぞ。だったら相応の力を見せてみせい。殲滅する。おいおい、前世紀よりも強くなってんじゃねえか。大口叩いてこの程度か、情けない奴め。うるせえ。まだ様子見してるだけだ。こっからが本番だ。うん。マルケが。花のギャラリー頑張るのに。土影様、腰の調子は大丈夫だにか。腰の痛みなどとうに消えてしまったわ。殲滅する。花のギャラリーやった。やるぞ。
己を強く抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。勝負あり。よしよし、頑張ったぜ。死してなおわしに負けるか。よくもわしに挑めたものだ。いくら強がったところでわしには到底及ばん。何言ってやがる。本番はこっから。ん、黒土がいねえ。今頃気づくとはな。やはりお前は青二歳じゃぜ。てめえ、そろそろ遊びは終わりじゃぜ、デイダラ。そりゃこっちのセリフだ。しつこいね。逃がしゃしねえよ。年貢の納め時だ、この蛇野郎。ん、来たか。へえ、青葉もいるのか。その声はまさか薬師カブトか。久しぶりだね、ヤマト。のこのこ出てきやがって、遅えんだよ。あんたは確か土影の孫娘だったな。ちょうどいい。君たちにはこれからナルト君の元まで案内してもらおうか。バーカ、そりゃ逆だ。お前はあたいたちに捕まって敵のアジトに案内する羽目になるのさ。へえ、それは気をつけないとな。青葉さんは他に奴の仲間がいないか見張ってください。カブトは僕と彼女で叩きます。わかった。ちんたらすんなよ。あんな奴相手に時間かけねえぞ。戦闘開始。カブト、お前その体は素晴らしいだろう。オロチマル様の力が溢れてくるんだ。このまま勝負を決める。そのヘビ野郎は絶対に逃がすんじゃねえぞ。ええ、そのつもりです。土影の孫娘か。君も研究に使えそうだね。うげえ、なんだこいつ、気持ち悪い。苦しい。いぞ。まだまだ、その程度では僕を止められない。以前よりも動きがつかみにくくなっている。厄介だな。この戦いももう終わりが見えてきたね。
勝ち残るのはどちらか。結末が楽しみだ。余裕？それとも虚勢なのか。出番はまだ？手応えありだ。これで終わりだな、カブト。ここまでか。やったのか。足りめえだ。あれだけ痛めつけたんだぜ。ヤマト、油断大敵だったね。ヤマトはいただくよ。まだ周辺にいるはずだ。そっちはどうだ？ダメでした。ああもう、なんでこうなるんだよ。逃がしたのか。ああ、ヤマトっていう木遁使いが連れて行かれちまった。そっちはどうなんだよ。それが突然消えてしまったんだに。デイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ。役目が終わった今、カブトが術を解いたのじゃろう。しかし九尾と八尾まで深追いせずか。尋問用の人質目当てか、その木遁使いが目当てだったかは分からぬが、問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。ヤマトは簡単に情報を取られるようなやつじゃない。そんなこと言っとんじゃない。相手がマダラなら強い道術がある。やつの道術にかかれば太刀打ちはできん。そんな。戦慄が世をかける。緊迫が時を焦がす。空は震え、地は沈み、人はただ予感する。戦乱の予感。
にじり寄る脅威に。忍びたちはここに立つ。ユウもジャム、キもゼツも。時は満ちる。今こそ戦いの時。今こそ開戦の時。